どうも小林です。僕は今箱根に来ています。今日は箱根の中でもトップクラスに評価の高いラグジュアリーな温泉宿に宿泊します。金谷リゾート箱根というお宿です。日本最古のホテルをルーツに持つ鬼怒川金谷ホテルの別邸として近年金谷グループが開業させたお宿ということで、今回はスペシャルな滞在を皆さんにお届けできると思います。では行ってみましょう。今いるのはホテルの最寄り駅の強羅駅。ここから約10分でお宿に行けて無料送迎があるんですよね。東京からだとここ箱根強羅は鉄道で2時間弱で訪れることができます。はい、お宿到着しました。目の前、これが外観ですね。大自然に囲まれた中にあるので、それに溶け込んだこう木とか石がふんだんに用いられている感じがしますよね。正面のこの模様はね、箱根は組子細工が盛んのようなので、それをイメージしたようなデザインになってます。で、こっちの左手見てみると木々が生い茂っているんですけど、ここがホテルのお庭になっているんですよね。広大な敷地、6500坪だったかな、あるので贅沢に空間を使ってますよ。で、この辺りにはテーブルや椅子も並べられていて、かなり気持ちよくここでマイナスイオンの空気を吸いながら過ごせそうです。で、手前側はこれ石段になってるんですけど、これはお城とかで使われるような石段の作りになってるんですよね。その辺までこだわっている上質なお庭です。まあ、今時期的にこう木が枯れてきていますけど、冬だったら雪景色を望めるでしょうし、新緑の時期とかね、緑がとっても綺麗そうです。はい、では中に入っていきます。ここ金谷リゾート箱根は冒頭でも言った通り、日本最古のリゾートである日光金谷ホテルをルーツに持つ金谷ホテル観光グループの代表的なホテルである鬼怒川金谷ホテルの別邸として2017年11月に開業しました。金谷リゾート箱根のコンセプトは、鬼怒川金谷ホテルの創業者であるジョン金谷が愛した森の別邸、森の静寂に包まれたプライベートリゾートです。十数室ある客室内に全て天然温泉がついていて、客室の設備はもちろん、こだわり抜いたお料理にもかなり定評があるようで、お食事もとっても楽しみです。箱根らしく広大な大自然の緑の中にポツンと存在するホテルで、日々の喧騒を忘れて最上級のおこもりステイを楽しめそうですね。まずエントランスから中に入ってきて、目の前フロントがあってステンドグラスが目につきますが、創業者のジョン金谷はグラスアートの巨匠であるガブリエル・ロワールの作品を愛していたんですね。そのことから館内にはいくつかのステンドグラスの素敵な作品が飾られています。で、フロントの向かい側を見てみると、足元には金谷ホテル観光グループの笹林道のロゴマークが見えていますが、その上にはまたこれ立派なステンドグラスの作品、これは箱根の紅葉をイメージしたもみじ狩りという名のグラスアートです。薄暗く落ち着いた雰囲気の館内なんで、このステンドグラスがより輝いて見えますね。そしてこのステンドグラスのアートの向かい側のこの角のところにチョコレートが置かれているんですけど、これは創業者のジョン金谷の名前を取ったスイーツチョコレートのお店が東京にあって、そこのお菓子がここに置かれています。滞在中にもいただくことができるので楽しみですね。で、こっちの右手側に進んでいくと、サロン・ド・ロワールという、ここがラウンジ&バーですね。こんな感じでとっても落ち着いた空間になっていて、ここでチェックイン時にウェルカムドリンクをいただきます。で、夜にはバーになるので、今回食後にここでお酒一杯いただこうかな。この一枚板のカウンターが素敵ですね。じゃあ、ウェルカムドリンクはオリジナルのハーブティーをウーロン茶をベースに、マリーゴールドやカモミールをブレンドしたハーブティーでございます。さあ、ご一緒に私どものグループの金谷風本舗というところでお作りしておりますサンサンを少し使ったチーズクッキーでございます。どうぞおくつろぎくださいませ。はい、ウェルカムドリンクいただきます。いやー、す
すごい上質な香りが漂ってくるウェルカムドリンクですね。ウーロン茶とマリーゴールドとカモミールがそれぞれ強調しすぎないほのかに香っていく感じがね、落ち着いた上質な空間にぴったりです。はい、でこれ以前鬼怒川温泉ホテルに泊まった時にも食べましたね、チーズビスケ。いや、チーズの濃厚な風味がしっかりと口の中で広がっていくクッキーですね。で中にピンクペッパー、山椒が入ってるんでね、爽やかな風合いに仕立ててくれます。いや、濃厚なチーズクッキーとこの優しい味わいのハーブティーが合うわ。はい、ではチェックインが完了したので客室に向かいます。ここの金谷リゾート箱根は客室タイプはざっくり分けるとスタンダード、スーペリア、デラックス、スイートとあって、今回宿泊するのはなんとこの宿で最上級の客室、ジョン金谷スイートというお部屋に泊まります。まあ、高級ホテルの中でも最上級の客室ということで、これは胸の高鳴りが止まりませんね。楽しみだ。はい、では客室に入ります。カードキーをここに照らすと扉が自動ドアですよ。そして入るとこれなんと二重扉になっていて、もう一つ扉があって、ここにもカードキーですね。照らして客室に入ります。いや、こんな豪華な玄関今までのお宿であったかな。広いだけじゃなくてこんな素敵なクラシカルな家具まで置かれていてね、これは相当高級なものが使われているんでしょうね。でこっち側ですね、入って右手が寝室、左手にダイニングがあります。で早速なんですけど、これ目の前の窓の先には客室露天風呂がこうやって見えていますね。いやー、すごいな。奥には広々テラスもあって、その先には箱根の綺麗な緑の山々も見えています。お部屋に入った瞬間、この客室露天風呂見たらテンション上がりますよね。でこっち右手入っていくと、ベッドが2台こんな感じで並んでいて、寝室だけでもすごい贅沢にスペース使っていますよね。で寝室にはこうやってテレビと椅子も置かれています。ベッド周りを見ていくと、真ん中にちょこんとサイドテーブルがあって、左右に読書灯もついてます。そして真ん中に USB ポートとコンセント、各種照明のスイッチがありますね。でこっち左手には化粧台もこうやってあります。この辺もクラシカルですね。で左手はこれ扉があるけど、開けてみるとここがクローゼットですね。目の前ハンガーがたくさんあって、奥には消臭ミストもありますね。でこれがバスローブですね。真ん中に金谷リゾート箱根と書かれています。でこの下には1つ目引き出し開けるとナイトウェアがあります。これが下にズボンがあるので上下タイプかな。でその下の引き出しはランドリーバッグやブラシがあって、で一番下にセキュリティボックスですね。はい、でお楽しみの客室露天風呂があるエリアですね。まあ、さっきちらっと見てはいるんですけど、こっちが水回りのスペースになりますね。入ったところ、まずこの左手がタオルヒーターになりますかね。で上にはこれ温泉の成分表があって、でこっちの左手向かい側には箱の中にバスタオルがこうやってセットされていますね。でこの先突き当たりに左右に洗面台がこんな感じでありますね。まあさすがにスイートルームなので2つ洗面台があって、洗面台のサイズもこれ大きくてすごい使用勝手が良さそうですね。目の前は鏡こんな感じで、アメニティを見てみると右手下ハンドタオルで、ドライヤーがこれですね、リーファのドライヤーが使われています。ラグジュアリーな温泉宿なんでね、ドライヤーも高いやつですね。でこっち側、あ、アメニティはこれロクシタンが使われていますね。ソープと奥の方にもボトルタイプのシャワーやコンディショナー、ボディーソープが置かれています。いや、ロクシタン見るの東京のシャングリラホテルや熊本竹笛以来だ。ここには拡大鏡もあって、引き出しもあるな、左右に。その前に真ん中にこれコンセントですね。引き出し右手はティッシュで、左手はなんかこれ袋がありますね。
これ袋もスエード調ですごい高級感があるんですけどね、中にこれ多分顔グリグリする女性が使うやつですよね。こんなものもありました。で下にはね、これなんか木箱もあるんですよ。この木箱の中に各種アメニティセットが入っているっていう感じですね。まあ、歯ブラシとかくしとかひげ剃りとかコットンセットとか過不足なく揃ってるんじゃないでしょうか。でこっち側の洗面台にはドライヤーじゃなくてこれリーファのヘアアイロンがありますね。で右手からこれテラスに出られるようになっているんですね。こっち側からも行けると思います。露天風呂に右手がシャワーかな。最初こっち左手見とこうか。こっちがトイレですね。トイレの中もね、これ便器の下が石で作られてるんで相当高級感がありますね。もちろん最新式の TOTO のトイレが使われていて、でこっち扉の先に広々としたシャワールームがあります。シャワールーム入った瞬間ね、なんかアロマのすごくいい香りが漂ってくるんですよね。その辺の香りもこだわっているんでしょうか。レインシャワー、ハンドシャワーがあって、これハンドシャワーはね、シャワーのタイプをミストとかに切り替えられるやつですね。ハード面妥協がないです。そしてこの扉を開けるとこれですね、さっき窓越しから見ていた露天風呂。これめちゃくちゃ広いな。大人3人でも足を伸ばして浸かることができるぐらいの広々とした露天風呂になってます。石造りで高級感もありますよね。でテラスもねすごい広々としているんですよ。まずこの手前側にあるデイベッドですよね。ここも足を思いっきりダラーンと伸ばしてくつろうことができそうですね。せっかくなんでちょっと今寝てみましょうか。ここに右手に露天風呂、これ多分だけど防水のソファーになってると思うんで、露天風呂でちょっと暑くなったらここで気持ちのいい風で涼むことができると思いますね。なんて贅沢なプライベート空間なんだ。やばい、気持ちよすぎてこれ寝ちゃいそうだ。ここで、でこうやってミニテーブル椅子もあるんで、ここでゆっくりとコーヒーとかを飲んでくつろぐこともできそうですね。で柵の向こう側の景色はさっきホテルの前で見たお庭の景色と同じような感じですね。左手がさっき見ていたお庭になります、まあ、目の前石段の通路がありますけど、ここは立ち入り禁止になってるんでね、お風呂を覗かれることはないので安心してください。覗かれるとしたらここにね結構鹿さんが現れるみたいなんで、まあ、鹿さんだったら覗かれることは大歓迎ですよ。むしろね見たいので今日明日どっかで現れてくれないかな。はい、でもう一回客室に戻ってきて、こっちのダイニングエリアに行ってみましょうかね。これもすごいですよ。うわ、こんな広いダイニングスペースが客室の中にあるなんて、これほど贅沢な客室は今まで泊まってきたお宿の中でもあんま記憶にないですよ。なんじゃこりゃ、本当に富裕層の別荘っていう感じですね。まずちょっと奥の方まで行ってみますけど、ここには大きなソファーですよね。もうこのソファーで寝ても全然快適そうなぐらい大人2人がだらんと足を伸ばしてくつろぐことができる広さです。左手見るとこれテレビが、上にはこれアーティスティックな絵であったり緑を基調とした置物が置かれていて、まるで美術館にいるかのようですよ、ここだけ見ると。ちなみにこれ生活感を出したくなかったらスライドさせてこうやってテレビをしまうこともできますね。この辺の壁もね石で作られていてすごい高級感がありますよ。ちょっとこうポコポコっと浮き出てるようなデザインが特徴的ですよね。箱根の山とかをイメージしてるのかな。はい、で真ん中にはここには、まあ、ウェルカムスナックというかね茶菓子のサービスが入っています。あ、これはジョン金谷のチョコレート焼き菓子が入ってますね。でこっちにも金谷の和風チョコサンドとお宿独自のお菓子が中に入ってます。ソファーもすごいラグジュアリー感にあふれているんですけどね、このちょこんと置かれた椅子もね、インテリアが好きな人の心をくすぐるようなデザインですよね。で窓際もすごいな、これちょこんと腰掛けることができると思うんですけどね、これ大理石でできてるんじゃないのかな、すごい高級感がある。でさっき露天風呂からも見えた景色が目の前に広がっています。リビングでくつろぎながら箱根の大自然を常に感じることができます。そしてダイニングエリアですね。これね入った瞬間すごい気になったんですけど、他ではあんまり見たことがないこだわりのある照明ですよね。
まるでこう大きな大木のようなデザインをしていますよ。これも森の中に溶け込んだデザインです。で、6名掛けの広々としたダイニングテーブル、そしてその先にも、わあ、特徴的なクリスタルの置物が置かれていますね。やっぱりこう箱根はアートが盛んな場所であるのでね、この辺の置物も他よりもすごい洗練されてる気がします。で、シンクがね、こう贅沢にど真ん中にこうやって置かれていて、この辺で優雅にコーヒーを入れたり、買ってきたものを準備したりすることもできるんですね。で、こっち壁際には贅沢にも4枚もの和風な絵が飾られていますね。で、この辺にあるのは、これは何だろうな、どっかの宿でも見たことあるけど、多分 Bluetooth スピーカーじゃないかな、ライトが光る。でもこの辺のスペースは本当贅沢すぎますよね。で、ここ真ん中に無料のミネラルウォーターがあって、この辺コーヒーマシンですね。コーヒーは3種類から選ぶことができるようになっていて、左手にコーヒーマシンがあります。この辺はエアコンのスイッチもあって、この下は1つ目の引き出しを開けると、ここには陶器がありますね。これ持ち手がすごいなんかグリップ力があって、多分熱いもの入れても熱くならないようになってると思いますね。メーカーはこれ初めて見ましたけどね、ボッドウーム、ちょっと知らないですね。いいやつが使われてるのかな。で、左手には茶器がありますよ。これ茶器もなんだこれ、あんま見たことがない作りですけどね、すごい平らな形してますね。はい、まあこれで美味しいお茶が作れるということですかね。手前側にまさにこれが煎茶で、右手には和紅茶もあって、奥にはほうじ茶、そして一番下にはこれ金谷オリジナルのコーヒーのパックも置かれてます。この栓抜きとかもね、全部自社のものが使われてますね。で、その下にここがグラスですね。3種類のグラスが置かれています。グラスのメーカーはこれロナっていう風に書かれています。右手にはラッセルホブスの電子ケトルがあって、そしてここの右手ですね、扉を開けると冷蔵庫があって、冷蔵庫の中にはこれドリンクがあって、中のドリンクはオールインクルーシブになってます。みかんジュースとお茶は神奈川ローカルのものが使われていて、右手奥にあるビールはこれも金谷グループが独自で作っているクラフトビールですね。ステンドグラスのラベルが美しい。はい、では今日はこの客室で一泊です。これまでの人生の中でもまたこれトップクラスに贅沢なお部屋じゃないですかね。いや、胸の高鳴りが止まらないですよ。で、この客室料金ですが、2名1室2食付きで1人当たりだいたい11万円台から、2名合計で22万円台からになりますね。さすがにね、創業者の名前も刻まれたジョン・カナヤスイートという最もラグジュアリーな客室なんで、それぐらいのお値段はするでしょう。この贅沢空間ですからね。で、最もリーズナブルな客室タイプであれば、2名室2食付き1名あたり4万円から5万円台から宿泊できます。2名で9万円台、10万円台ということですね。他の客室もちょっと気になるところだと思うんで、今回お宿の方にご協力いただいて見せていただけるということなんで、ちょっと行ってみましょうか。はい、では他の客室ということで、今回見せていただけるのはデラックスルームですね。この中入ってみますと、まず玄関がこんな感じであって、通路ですね、目の前の扉、ここ開けるとクローゼット、この辺は僕のスイートルームと似たような作りになっていると思います。そして右手水回りですけどね、後でちょっと行ってみます。まず奥の方、こっちがトイレですね。トイレも同じような作りになってますね。そしてこの先ぐーっと、いや、デラックスでも十分これ見るとやっぱ広いですよね。中入っていくと、ここにリビングスペースですね。あ、この緑のアクセントカラーがいいですね。箱根の緑と一体化したような感じです。そして窓際にはこのくつろぎのデイベッドですね。そして窓の向こう側に、この辺は僕のお部屋からの景色と同じような感じですけど、スイートは1階なんですけど、このデラックスは2階にありますね。あ、よりなんかちょっと高くなって山が綺麗に見えてますね。あ、違うか、これ見えてる景色の方角が違うだけか。で、この窓際から露天風呂に出ることもできるようになってます。そして振り返ったところ、右手にテレビがあって、左手がミニバースペースですね。この辺にさっき
見たようなコーヒーであったりお水であったり、上にはティーパック、そして、まあ、グラスとか冷蔵庫もありますね。下で真ん中テーブルには茶菓子が置かれていて、こっち側ベッドも、まあ、スイートと同じような照明とかスイッチ類がある感じですね。ではこっち温泉に行ってみましょうかね。もう一回戻って、はい、水回りスペースデラックスルームもこうやって洗面台がしっかり2つあるっていうのがね、素晴らしいですよ。そして置かれているアメニティ類もこれ6段が使われています。でこの下の引き出しを開けると、この木箱のアメニティが入っているものですね。で奥にこれリーファのヘアドライヤーもあります。で下にバスタオル、このお部屋にもタオルヒーターがあって、手前側にシャワールーム、そして奥の扉を開けると客室露天風呂があります。いやデラックスの客室露天風呂でも十分ですね。これ大人2人が足を伸ばして入れるぐらいの大きさがあって、奥の方に箱根の大自然、緑の景色が見えています。いや素晴らしいですね。で湯船の奥にはこうやってミニテーブルもあるので、ここでまたゆっくりとくつろぐことができますね。入浴中でもそうでない時も気持ちのいい風を浴びながら。アフィリティフのお届けに参りました。こちらはスイートルーム限定でご用意させていただいております、金谷アフィリティフでございます。夕食までのお楽しみとしてオリジナルのキャビアにパンケーキを付け合わせとともにご用意しております。創業者のジョン・カナヤがこういった別荘地に来た時にシャンパーニュを片手にこうキャビアを楽しんでいたという物語がございますので、あとこのジョン・カナヤの世界観をぜひお客様にも楽しんでいただければと思っております。こちらがオリジナルのキャビアでございますね。宮崎のジャパンキャビアとコラボレーションした私どもオリジナルのキャビアでございます。キャビアは金属のスプーンの味が移りやすいので、こちらのシェルスプーンでお取りくださいませ。付け合わせはサワークリーム、ケッパー、ナボイルドエッグ、エシャロットなどをご用意しておりますので、お好みでこちらのブリリに添えてお召し上がりください。こちらにシャンパーニュナポレオンのご用意でございます。このナポレオンは創業者が生前もとも愛していたワインでございまして、私どものハウスワインとしてご用意しているものでございます。じゃあね、ちょっとこのキャビアを蓋開けてみます。いやこれこんな感じでぎっしりとキャビアが容器の中に詰まっていますよ。いや普段食べないものだから食べ慣れないけど、これをパンケーキの上に乗せます。でサワークリームを乗せてみましょうか。最初はではいただきます。うん、このパンケーキがやっぱり到着して焼き上げられたものっていうことでね、しっかりとこう香ばしい風味が広がって、で生地はもちろんふわふわで、そこにねこの上品なキャビアですね。キャビアはそこまでこうはっきりとした味わいは僕にはまだわからないんですけど、凝縮されたイクラのような感じかな。ほんのりとこう海の香りが香ってくる。で甘いパンケーキにこのクリーミーなサワーで、ちょっとこう酸味があるんでね、甘さと酸味のバランスが素晴らしい大人の感触っていう感じですよね。そしてナポレオンシャンパンいただきます。うまい。キリッとした風味の中にフルーティーな香りもしっかりと口の中で爽やかに広がっていきますね。これもね、別に僕お酒は飲み慣れてないので、ナポレオンについてシャンパン詳しい人いたらコメント欄でいろいろ教えてください。お酒の違いとかもね、これから年齢重ねるにつれて分かってきたら楽しいでしょうからね、人生。で今度はこのケッパってやついただきます。うん、ピクルスのような感じかな。でもパンケーキがね、もう生地そのもので十分甘みがちゃんと広がっていくんで、こういう酸味があるものが合いますね。でね、夕食も相当美味しいっていう風に聞いてるんで、これぐらいの分量だったら間に食べても全然問題ないですよね。量的には少量でありながらもいろんな味わいが楽しめるんで、満足感は相当高いですよ。でもこれはこの静かな環境で箱根の緑を眺めながら、ジョン・カナヤが過ごしたような疑似体験をこうやってできるっていうね、他のお宿では味わえない体験ですね。
はい、ではこれから夕食に行く前に温泉タイムと行きましょうか。いやー、めちゃくちゃ気持ちいいわこれ。まあ、客室露天風呂とは言ってもね、目の前に柵があったりで視線は遮られていることも結構あるんですけど、ここのお宿はね、目の前本当にもう箱根の大自然、大きく視界が開けているんで、やっぱり開放感が全然違いますよね。でこれだけ目の前開けていると気持ちのいい風もしっかり中に入ってくるんで、本当露天風呂が気持ちいいわ。で温泉の泉質は大涌谷温泉とホームページに書かれていましたね。酸性の温泉なので、まあ、お肌への刺激が酸性の温泉ってちょっと強めなので、加水化加温がされていて成分を少し弱めていますね。あまりにも酸性が強すぎるとね、長湯ができなくなるんで、こういう場合は源泉かけ流しでなくてもいいのかなと個人的には思います。でやっぱこう箱根はね、大涌谷もそうですけど、硫黄泉、硫黄の匂いがしっかりと漂ってくるんでね、やっぱり温泉街に来たらこの匂いを嗅いでこそ温泉に浸かってるなという気分になりますよね。いや、ほんと気持ちいい。で温泉の温度はちょうどいいぐらいですね。もうぬるくもなく熱くもなく、ただずっと使っていたらじりじりと熱くなってくるんで、その前はこれですよね、目の前のそば少し立ち上がってこんな感じで、いやー、ここで大の字になってくつろぐのも気持ちいいわ。まあ真冬はねちょっと凍えてしまうでしょうけど、今ぐらいの時期だったらすごいやっぱ気持ちいいわ。で撮影にそれなりに時間がかかってしまったんで、もう辺りがちょっとずつ暗くなってきていますけど、さっきはねあそこの山のてっぺん辺りが夕日に照らされていて結構綺麗な景色でしたよ。ちょキャビア食べてたんでね、取り損ねたわ。季節もそうですけど、時間帯によって移りゆくこの自然の景色を眺められるっていうのも醍醐味ですね。残念ながら今日は鹿さんはこんな感じで目の前に現れなかったですね。明日来てくれないかな。はい、で冷蔵庫の中にご当地のドリンクがあったんでね、せっかくなんで温泉に浸かりながらいただきます。湯河原の桜井農園のみかんジュースいただきます。いやー、めっちゃ濃厚だなこのみかんジュース。甘みがすごい。温州みかんって書いてますけどね、美味しすぎてもう一気に全部飲んじゃいそうでしたけどね、ちょっと分けて飲まないともったいない。これでうまかったら、ほんとやっぱ温泉に柑橘系のドリンクは最高っすね。レストラン会場の前に来ましたが、ここ入り口にも作品が飾られていて、このステンドグラスのアートが目に飛び込んできます。これが美食の神という作品になっています。レストラン会場はこんな感じになっていて、ここで実在した有名フレンチレストランゼゼ、ジョン・カナヤ・アザブの意思を継承し、和のテイストを織り交ぜたフランス料理をいただくことができます。個数は限られますが、こんな感じで個室もあって、今回はここでいただきます。はい、席に着きました。でメニュー表がここ右手、スタッフさんが持ってきてくれたんですけど、これ見るとね、タイトルだけが記されていて、このタイトルを見てどんなお料理が出てくるのか楽しみに想像して待っていてくださいということですね。普通と違った面白い出し方ですね。まずは右上、これアミューズからです。で金谷リゾート箱根は洋食がベースになってるんですけど、和食のテイストもちょっと入ってるっていうことなんで、手前側にお箸も準備されています。はい、そしてこれがドリンクメニューですね。まずは左手、洋食ベースなんで、シャンパン、スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、この辺りから頼む人が多分多いのかな。
で右手にはビールですね、金谷クラフトもありますし、焼酎や酒、日本酒などもこんな感じで揃ってます。で次のページにウイスキーとブランデーですね。そしてノンアルコールのドリンクも充実していて、スパークリング白ワイン、赤ワイン、ノンアルビールとあって、ソフトドリンクもジョン・カナヤゴールドトニックとかね、あとお茶もかなりこだわってるみたいでね、数種類ありますよ。まあ、コース料理に合ったものがいただきたいっていう場合はこれ、ワインのペアリングもありますしね、下見るとこれ高級なお茶のペアリングもあるんですね、面白い。後ろのページにはこんな感じでワインリストがたくさん並んでいました。写真を載せておくので気になる人は見てみてください。ではお茶はイリカというお茶でございます。宮崎県の五ヶ瀬町の茶葉を使ったものでございまして、天皇杯だったり農林水産大臣賞も受賞している茶園のものでございます。初めのお料理は金谷卵と申します。私どものスペシャリテでございます。西麻布にございましたジョン・カナヤというレストランで、創業者とムッシュ社会が考案したお料理を伝統として引き継いで少しアレンジを加えながらご用意しておりまして、本日は半熟に仕上げた卵に伊豆の天城のシャモの実を合わせまして、上にもシャモのお出汁のあんと三つ葉とフライドオニオンをアクセントに添えております。こちらワイングラスに温かいスープをご用意いたしまして、卵に合わせた天城シャモのコンソメスープでございます。ぜひ香りも楽しんでいただきたく、このようにグラスでご用意しております。どうぞ一緒にお楽しみください。ではいただきます。金谷卵、伝統料理なんですねこれが。お、半熟卵とシャモ、とろっとろ濃厚な卵がこれシャモに合うわ。でフライドオニオンがねすごくいいアクセントになってる、この香ばしい香りが。でこのシャモの出汁なんで、どちらかというとこう和風な風合いですねこれは。卵が濃厚だけどね、後味はすっきりしていてすごい食べやすい。いやめちゃくちゃうまいなこれ。でこれがコンソメスープですね。はい、表現が難しいんだけどね、よりこうさっぱりとした風味な感じがしますねこれは。卵がこれ濃厚なんでね、さっぱりとしたコンソメスープがすごい合うわ。そしてねこっちを食前酒として先に飲めばよかったかな。宮崎のお茶っていう風に言ってましたけどね、なんとねこれ G サミットで各国の首脳陣にも提供されたものらしいですよ。いや僕みたいな身分がこれ飲んでいいのでしょうか。いやうまいわこのお茶。なんだすごいね、すっきりとしたお茶なんですけど、すっきりとしながらもこうお茶の旨味や渋みがすごい凝縮されてる。氷出汁で作ったかのようにお茶の風味がしっかり出てますね。いやでもこうやってね、普段やっぱ飲んだり食したりしないものを口に入れると、こうやって新しい発見が生まれて、次また違うところに行った時にこう味の変化をね楽しめて、お食事をよりワクワクした気持ちでいただくことができますね。パンはお好きなタイミングでどうぞお召し上がりください。フランスパン、バゲットともちっとしたチャバタというパンの2種類ご用意しております。バターもオリジナルでスモークを効かせたバターでございます。どうぞご賞味ください。はい、でパンをいただいてみます。初めて聞いたのこの茶バタってやつ。バターもね自家製っていうことなんで、いや本当にもこの金谷グループは自家製のものばっかりですよね、こだわりのある。いやこのパンうんま、表面サクサクで、中がスタッフさんが言ってたようにすっごいもちもちっとしてる。もう食感がまず最高だしね、ですごいふわふわだし、そしてこのバターもね初めて食す。燻製のバターってね、今までの人生でもあんま記憶にないですね。バターのまろやかな風味と燻製がうまく溶け合って、でこのパンの味も邪魔しない、強調しすぎない味ですね。このパンもうまい。では続いてが秋の蚊というタイトルのお料理でございます。秋の代表的な味覚サンマとナスを合わせましてテリーヌ仕立てにしております。サンマは皮目を炙って香ばしく仕上げまして、中は少しレアの状態になっております。お薬味の生姜とみょうがを添えまして、
産ナスは秋ナス、箱根清六の三島ナスを買っておりまして、下に焼きナスのピューレを添えて、よりこう秋ナスならではの甘みを感じていただけるように仕上げております。茶色いソースはバルサミコでございますので、こちらを酸味のアクセントとして絡めながらお楽しみください。秋の味覚サンマテリーヌ仕立て、うん、これもうまいな。いやサンマってこんなにとろみがあったっけ。やっぱちょっとこう中がレアな感じだからとろみをしっかり感じるんでしょうね。それでありながらやっぱ表面炙られてるんで香ばしさもあって、サンマは結構生臭さ出そうなお魚なんですけどね、海から遠い山の中ですし、ここは全然そんな嫌な臭さは感じさせませんね。でやっぱこのみょうが生姜もあるんで、この辺がね口の中をしっかりこうさっぱりとさせてくれますね。ソースはちょっとクリーミーな感じで、これも完成度が高いし他であんま食べたことない味だ。海と山の滋味というお料理でございます。仕上げにソースを失礼いたします。やどんこという肉厚な椎茸をメインに、イタリアのサルシッツァというお料理からインスピレーションを受けまして、椎茸の肉詰めスタイルなんですけれど、お肉にたっぷりハーブを加えて、またヘーゼルナッツをアクセントに合わせております。上にはクリーミーな生ウニを添えまして、おかけいたしましたソースが椎茸のお出汁と貝柱のお出汁を合わせたものでございます。こう海の旨味と山の旨味がギュッと合わさっておりますので、たっぷり絡めてお召し上がりください。これもまた見たことがないようなお料理です。ウニとミンチと椎茸、これも初めて食べる味だ。いやちょっとねこうピンクがかった感じですね、中のポークは。このジューシーなポーク、そして椎茸もね、食べるとジュワーっとお肉のようにジューシーな風味で広がっていくんですけど、そこにちょっとこう甘みと酸味のある椎茸と貝柱を使ったソースですよね。さらにウニまで添えられていて、この海と山の幸を一度に口の中で味わっていけるっていうね。でどれもこう強調しすぎず、それぞれ一つ一つの味がちゃんと口の中で分かりますね。ほんとコンセプト通り、これ洋食ベースなんですけど、和の風味もちゃんと入ってますよね、椎茸や貝柱で。続いてはお魚料理でございます。畜生と発酵のハーモニーというタイトルですね。こちらも仕上げにソースを。お魚は少し寝かせたマハタをご用意いたしまして、付け合わせに天然の舞茸のソテーと銀杏を合わせております。白いソースが発酵バターと貝のお出汁を合わせたソースでございまして、茶色いコーヒー豆を少し散らして仕上げております。クリーミーに仕上げたソースにコーヒー豆がカプチーノのように徐々に抽出されるようなイメージでございますね。この香りとともにお楽しみいただければと思います。熟成と発酵のハーモニーの熟成のところは、この新鮮なマハトをあえて少し寝かせておくことで、この弾力だったり味わいがよりこう焼いた時に良くなるということで、少し寝かせる期間を置いてから今日出番が来たお魚でございます。どうぞお楽しみください。いや何一つとして妥協がないですね。もう全てが新しい、見た目もそうだし味も今までそうだ。これはもう見ただけでプリプリ具合がすごい。いただきます。いやまずシンプルにこのマハタの品質、淡白な味わいでありながら身がすっごい大きいんでね、噛みしめるごとに爽やかにこの淡白なお魚の風味が広がる。めっちゃプリプリだし、そこにこのバターのソースがね、さっぱりとしたお肉にすごいこの濃厚さが合うわ。いやそしてこのコーヒー豆がねちょっと散りばめられてるんで、このコーヒーの上品上質な香ばしい風味がすごいアクセントになってるわ。コーヒーとお魚が合うなんてね、今まで考えたこともなかった。いやこれも面白いわ。キュベカナヤヒシヤマでございます。私どものグループが90周年を迎えました時に山梨のワイナリーとコラボレーションしたものでございます。
いやー、お魚料理なんでね、これ白ワインを頼んじゃいました。ひし山っていうね、これもまた金谷でしかいただけないワインですね。いやー、めちゃくちゃすっきりとした飲みやすいワインですね。これはフルーティーな風味もしてすごい爽やか。いやー、白身魚と白ワイン最高。はフランスから仕入れた鴨をローストでご用意しております。手をじっくり火を入れまして、このミディアムレアの一番美味しくお召し上がりいただける状態でじっくり火をお入れしております。濃厚なグラズダビアンのソースを合わせまして、白い丸いものはそば粉のニョッキでございます。和風のニョッキに柚子を少し添えて、手前のニョッキのそばにはめんつゆ仕立てのジュレ、奥には緑色のほうれん草のピューレを添えております。付け合わせにネギのコンフィですね、とろっと仕上げてご用意いたしました。この赤いパウダーの部分は洋のスパイスを7種類ブレンドしたものでございまして、八角やクミン、フェンネル、山椒などブレンドされております。こちらをお好みで合わせながらお召し上がりくださいませ。タイトルが分解再構築というところなんですけれど、じゃあこれ鴨南蛮からシェフがインスピレーションを受けて、それを分解して新しく再構築したイメージでございます。どうぞお好みの組み合わせでお召し上がりください。こちらアルコールフリーの赤ワイン、ヴィンテンスメルローでございます。ワインに使われているメルローと同じブドウを使っているものでございます。ではいただきます。これナイフも特別なものが使われていますね。ラジオールっていう風に書いてます。いや、こうやってメインはね、高級お宿だと牛肉を食べることが多いんですけど、鴨肉です。フレンチがベースになってるんでね、フランスから取り寄せたお肉です。ではまずはこの真ん中のソースでいただきます。うまいっすね。これは鴨肉はね、赤身がしっかりしてるから弾力もしっかりあって、噛むごとに徐々に赤身の風味が広がっていく感じ。真ん中のソースは多分ね、こうデミグラスソースがこう濃厚になったような感じですかね。いや、せっかく他のソースもあるんでね、これがそば粉のソースっていう風に言ってました。緑のソースもちょっとつけてみようか。真ん中のソースだとね、完全にこう洋風なお肉になるんですけど、このそば粉のソースと緑のソースを加えると、さっきよりもちょっとこうさっぱりになって和のテイストが加わるっていう感じですね。いや、もう最初の真ん中のソースだったら他でも味わえるのかなと思ったんですけど、確かにこの他のソースだとまたここにしかない新しい風味になりますね。で、お肉には赤ワインですね。ノンアルだけど、うまいな。やっぱり赤肉に赤ワイン最高。でもこれね、ノンアルコールなんですけど、それでもね、普通のこうアルコール入りの赤ワインにかなり近い味ですね。まあ、やっぱ物によってはまあノンアルだなっていう風に感じるものも多いんですけどね、これはかなり美味しいノンアルの赤ワインですね。でお酒弱い人でもね、こうワインの風味楽しめますね、これだったら。1つ目のデザート、イーストミーツベストというところですね。こちらに和菓子を少し取り入れまして、シャインマスカットの水羊羹をご用意いたしました。丸々1つの中にマスカットが入っておりまして、周りの白あんの部分にはミステアというリキュールを加えて、少し洋のテイストも合わせながら、一口でぜひお召し上がりいただくと、マスカットが口の中で弾けてみずみずしさが広がりますので、お口のリフレッシュにどうぞお召し上がりください。これもやっぱり和洋が融合したお食事ですね。ちょっとね、一口でいっちゃうんで、これ断面見せれないと思うんでね、中見ると確かにこれマスカットが入ってるの分かりますね。これも新食感。口に入れて一口目噛むと、じゅわっとシャインマスカットの果実が広がっていくんですけど、そこにちょっともちもちとした羊羹の食感がね、いいっすよ。でほんのりとリキュール、お酒も入ってるんで上品に仕立て上げられてます。最後はクラシック
モダンというデザートですね。アップルパイをアレンジしたデザートでございまして、真ん中にリンゴのボロバン、このサクサクのパイ生地の中に温かいリンゴのコンポートをたっぷりとお詰めいたしまして、上にはアップルティーテイストのクリームを添えております。また手前に焼きリンゴ風味のアイスクリームをご用意いたしました。温かいものと冷たいものの取り合わせをお楽しみいただいて、またこのお皿の模様の部分がシナモンパウダーでございます。伝統的な和の文様をあしらって、あとこう和のテイストをここ見た目でも表しております。じゃあ絡めながらどうぞお楽しみください。これも絶対新感覚でしょう。おお、パイがサクサクやん。上に紅茶のアイスソースって言ってましたね。あ、このアイスはね、すごいこう酸味がしっかりしてますね、リンゴの。で、中に入ってるリンゴがね、もちろん酸味もあるけど、しっかり甘みがあるから、お腹がね、結構膨れてきてるんで、甘すぎない、くどすぎない、ちょっとこう酸味が強いぐらいがちょうどいいですね。ほんともうゴロッゴロと中にリンゴ入ってますから。で、このティラミスとシナモンがね、いいアクセントになって、なんといってもこのパイ生地のパリッとした食感。で、やっぱりこうあったかいものと冷たいものを一緒に食べるとうまいんですよね。いや、最後のデザートまで妥協がない。美味しい。コーヒーでございます。オリジナルのチョコレートのご用意でございます。このジョンカナヤのオリジナルチョコレートを食後にご用意しておりまして、緑色の丹波の黒豆を使ってホワイトチョコレートでコーティングした黒豆抹茶、カシューナッツをミルクチョコレートでコーティングしましたものと、でこの赤い風呂がついているものはノアールという種類で、こだわりのジャワ島のカカオを使った滑らかなガナッシュのチョコレートでございます。上の風呂はホワイトチョコレートで、職人たちが手作りをいたしまして、美味しさと品質を閉じ込めた証として最後にお付けしております。このジョンのダンディズムを感じながらぜひお楽しみください。この箱も葉巻のシガーの箱をイメージしたウォルナントの唯一無二の箱でございます。いや、全て食べ終わったかと思ったら、またこれは楽しみな。なんとね、ジョン・カナヤのチョコレートを食後にいただけるという、これですね、なんかこれロビーエリアにも同じようなのがあったような気がするんですけどね。こだわりの一品。いや、生チョコのように滑らかに口の中でカカオの風味が広がっていって、でね、ブランデーも入ってるんで、ちょっとこうお酒の風味もあり、これは上質なチョコレートですね。いや、久しぶりにこの高級チョコレート食べたわ。一時期高級チョコレートちょっとハマりかけたことあったんですけどね、スペインバルセロナでカカオサンパカっていうやつを食べてね、やっぱね、高いお金払って食べる価値があるんですよね、この高級チョコレートっていうのは。で、これもね、面白いですよね。湯飲みのような形でコーヒーを入れていてね、またこれ和洋折衷です。いやー、うまい。若干スモークの香りがしますね。これもまた面白いコーヒーだ。いや、噂には聞いてましたけどね、この金谷リゾートはお食事が素晴らしいと、想像をはるかに超えるお料理の数々でしたよ。僕ね、いろんなお宿泊まってきてるんですけど、本当にこれまで泊まってきたお宿で味わったことがないお料理ばっかりで、完全なるフレンチでもないし、完全なる和食でもないし、両方のこういいところを組み合わせて面白い味を創出しているっていうことでね、これは少し奮発してでも食べに来る価値あると思います。間違いなくこれまでの人生で体験したことのない上質なワクワク感が待ってますよ。お世辞抜きでね、人生で泊まってきたお宿の中でもトップクラスに入りますね、今回のディナーは。なんだかんだね、お食事っていうのは王道が美味しかったりするじゃないですか、美味しいから王道になってるわけでね。だからちょっとこう変わった味わいっていうのは、確かに面白いけど、めちゃくちゃ美味しいかと言われればてんてんてんっていうケースが多いんですけどね、そんなことはなかった。めちゃくちゃ美味しいし面白い。客室に戻ってきたんですけど、ターンダウンサービスをやってくれていますね。これ目の前にスリッパが置かれていますし、左右が暗くなってます。左手入ってみるとこんな感じでね、もう薄暗く照明を整えてくれていて、カーテンも閉まってますね。
ベッドルームも完全にお休みモードになってます。心地よく寝れる空間ですね。これでこれタオルがターンダウンの時に新しいのに取り替えられるのは何気に嬉しい。温泉に何回か入るんでね。これがジョンさんのコートジョンの席ハットと、はい、そうなることをイメージするんですね。ジョニー・ウォーカーは好きだったんですね。そうなんです、ジョニー・ウォーカーを。せっかくなんでチョコレートとか。これがジョニー・ウォーカーの今日は18年でお祝いさせていただいて、ウォルトラグリーでございますね。はい、ではウイスキーですね。ジョニー・ウォーカー18年いただきます。すっごいこれまろやかで、コクがずっとあるでしょ。コクがありますね、すごい。そうなんですか、これ今まで飲んだことがないほどまろやかですね。一気に飲む酒じゃないでしょ。そうですね、味わって、いや本当味わってそうですね。年月が経つにつれてこうより深みコクがウイスキーっていうのは出てくるんですね。でね、これ氷が丸みを帯びているのはじっくりかけて作られた氷でね、溶けづらいみたいです。なんでウイスキー本来の味をしっかりと味わうための工夫なんですよね。ちょっとチョコをかじって飲むとまたですね、味わいが変わるんで。でね、今回はちょっと YouTube で撮影させていただいて、特別にね、まあ、せっかくだからウイスキーとチョコレート、まあ、ジョンが楽しんだこのスタイルでチョコレートもどうぞということでご提供いただきました。でこれさっきお食事会場ではなかったチョコレートですね。あ、ちょっとこれ黒胡椒が入っていてスパイスが効いてますね、このチョコレートは。でもちゃんとカカオの風味も、はい、漂ってきて、でウイスキーと、いやうまいですね。チョコレートとウイスキーはやっぱ合いますね。ね、相性いいっすね。はい、いいですね。意外とでもこうやってじっくりとチョコレートとウイスキーを食す機会ないですもんね。そうなんですよ。これはやっぱりね、本当にここならではのね、ちょっと楽しみ方の一つかなと思ってさせていただいてますよね。はい、昔からのそのジョン・カネルーツから、そうですね、ね、はい、ここでしか味わえないっていう。これは例えばお酒もお部屋でこうご提供いただくこともできるんですか。もちろんです。ルームサービスでウイスキーもいただける、はい、あ、それもいいですね。お部屋でまったりパターンではですね、プライベート空間でそうですそうです、くつろぎながら、はい、ここのバーでこう優雅な空間で楽しむのもいいし、さっきみたいなお食事どころでコーヒーと一緒にもいただけますし、お部屋でルームサービスとニーズに応じて楽しむことができます。はい、おはようございます。朝です。今日も昨日に引き続き素晴らしい天気に恵まれています。青空と緑のコントラスト、やっぱり素敵ですね。朝起きた瞬間、この自然いっぱいマイナスイオンたっぷりの空気を吸えること、これがやっぱり箱根に来てからの一つの大きな醍醐味ですよね。朝慌ただしく過ごす必要がない、この起きた瞬間のゆったりと流れる時間がやっぱり旅行っていうのはいいですよね。はい、では朝風呂を使って朝食です。
本日は緑茶をベースとしたレモングラスご用意しております。はい、じゃあまず注いでもらったお茶をいただきます。レモングラスの香りがいいですね。朝から上質な気分になります。じゃあ温かいポトフからご用意しております。チキンコンソメとカツオだしを使ってご用意しております。ぜひ温かいうちにお召し上がりください。この後ミニッシュお待ちいたします。すごいですね、こうお盆で一気に決まってくるんじゃなくて、こうやって一つのお皿として出てきましたね。いや、チキン、うわ、すっごい柔らかいわ、このチキン。こう噛んだ瞬間、すごく柔らかく口の中で溶けていく感じなんですけど、それでもね、芯のところはちょっとこう弾力がしっかりあって、鶏の旨味もちゃんと感じられますね。めちゃくちゃ品質高いわ、この鶏。びっくりした。で、トマトジュース、いやー、濃厚でいいですね。こりゃヘルシーだ。ご飯は山形県産のつや姫、お味噌汁は麹味噌を使ってご用意しております。9つの小鉢について簡単にご説明させていただきます。左上からもずく酢に生姜を垂らしてご用意しております。なお隣ですね、本家の鬼怒川かねほてのレシピで作られた厚焼き卵、一番隣がナスを使ったみぞれあいでございます。真ん中の段左から銀だらの西京焼きと、真ん中下に温泉卵が入っておりまして、上に白くふわふわしたペコリーナチーズと大豆ミートを添えております。よくかき混ぜていただいてご飯にかけていただくと、カルボナーラ風味の卵かけご飯が出来上がりますので楽しみください。では隣がおならの梅干し君お漬物でございます。一番下、お隣の南足柄市のブランド牛ソーシー牛を使用した牛のしぐれ煮と、お隣ローストビーフをご用意しております。最後がサーモンとイクラでございます。ご飯とお味噌汁おかわりございますので、お気軽におかけください。いや、ご飯に合うおかずがたくさんですね。まずはじゃあ、金谷グループはやっぱ卵にこだわってるんですね。卵焼きふわふわでうまいわ。お魚銀だら西京焼き、この上品に甘く香る感じがいいですね、西京焼きは。これ気になりますね、相州牛っていうのは神奈川の地元のブランド牛なんですね。確かに、なんかこんな感じでお肉入ってます。あー、これうまいな。お肉がほろほろっととろけていくんですけど、味噌ベースで味付けされていて、多分木の芽も入ってるのかな、それがアクセントになってます。で、ローストビーフうまいですね。この間鬼怒川温泉ホテルでも豪華ビュッフェで食べたやつがうまかったんですけどね。朝なんでね、牛肉にはこのさっぱりとしたソースがかかってるのもいい感じです。で、この真ん中のこれが気になりますよね。温泉卵でご飯と一緒に食べるといいって言ってましたね。確かにスタッフさんが言ってたようにね、ちょっとこうカルボナーラ風な味わいがしますけど、まあでも大豆ミートと温泉卵、少しこう和な感じも風味としてありますよね。朝でもやっぱ卵かけご飯うまいですね。特別な感じの味噌汁も、これ透き通ったすっきりとした白味噌ですね。うまい。オレンジのムースと西のベリーをご用意しております。じゃあご一緒に西のハーベリーです。贅沢にデザートまで出てきましたね。オレンジのムース、中のムースすごいクリーミーまろやかで、多分ねこれオレンジの果肉が中に入ってるんで、しっかり柑橘の風味が漂いますね。で、ドリンクもコーヒー、紅茶、ハーブティーから選ぶことができて、で、さらにハーブティーはカモミールと、これがシナモンプラス10種類以上のハーブがブレンドされたものって言ってましたね。あとはラベンダーとなんとかっていう、その3種類から選べました。ほんのり香るシナモンがいいですね。上質なハーブに。いやー、なんて贅沢な朝だ。